近郊系車両。近郊型車両とは、日本国有鉄道、国鉄 JR における車両区分の一種で、客室に出入り口を有し、横型、ロングシート及び縦型腰掛け、クロスシートを備え、都市近郊の運用に適した性能を有する車両形式のものを指すものである。元来は401.421系や111系を講師とする出入り口を、 片側3カ所に配置しセミクロスシートを備える車両の総称であり、その後登場した2、扉セミクロスシート車両もこれに属する。本項目では国鉄、JR の新性能電車における事例を主題として解説しているが、新性能電車以外における同種の車両についても参考までに解説する。また、様々な座席配置が登場した JR 加護の車両については、 近郊系車両の発展した形として4、扉セミクロスシート車両や、片側3、扉クロスシート車両を開設している。元来は、日本国有鉄道、国鉄の新性能電車で採用された用途による区分の一種であり、長距離客向けに座席数をある程度確保しつつ、乗降に要する時間を短縮するために出入り口を、 片側3箇所に配した仕様の車両をこのように区分していた。中距離通勤輸送やインターアーバン的な都市間輸送に適した車内設備と性能を持った鉄道車両といえる。間取りは片側3箇所にドアを設け、ドア付近には2から3人掛けのロングシート、ドア間にはクロスシート、ボックスシートを設けるのが基本的な構成である。以下、本では このような座席配置をセミクロスシートと記述する。ラッシュ時における乗客の乗降しやすさと換算時の居住性を両立するために考え出された座席配置で通勤系車両と急行系車両の中間的な間取りといえる。シートピッチと座席横幅は従来車両より狭く通路の面積が広く取られている。これらの車両は 首都圏の中距離電車や大阪圏の快速、地方都市圏では都市間を結ぶ普通列車に充当されるケースが多い。これは通勤軽車両では長距離利用者の居住性が確保しにくいこととダイヤ改正の度に新車を東京、大阪の大都市圏へ優先的に配置し、従来車両で比較的状態の良いものを地方に転属させる玉突き転廃が行われていたためである。 国鉄における新製の電車の形式番号は、車両形式区分の第2位、10の位の数字が原則として、1から3が、近郊型に割り当てられ、通勤型に当てられていた、例も401.2403系について、例外的に使わされた。民営化後は、JR 四国を除いて、国鉄時代の区分を踏襲したが、JR 東日本では、 E231 系の登場以後、一般型への移行が進み、第2位、10の位が1から3は、近郊系である、とは一概に言えなくなった。このほか、JR 西日本では2005年、平成17年度以降、車両形式区分の第2位、10の位の数字、0から3、5、6を、通勤系及び近郊型とした。いわゆる旧型国電には、 近郊系といった車種を定めていないが、国鉄でこのタイプの車体を最初に採用したのは、1935年、昭和10年生のモハ51系である。従来の2、扉クロスシート車と3、扉ロングシート車の長所を合わせ持つ形式として、製造され、中央線急行、現、快速と軽阪神観光線に投入されたが、列車の性格上、近郊型とは言いにくいものであった。 戦時色が濃くなると、これらはすべてロングシートに改造されていったが、戦後の混乱が落ち着いてくると徐々にセミクロスシートに復元される車も現れ、模波51系の戦後版ともいえる70系が1951年、昭和26年に登場し、横須賀線や中央線、阪和線快速などに投入され、このタイプの電車は都市近郊輸送の主役となっていった。 1961年には、常磐線、鹿児島本線連化用に401系、421系が登場し、それまで片開きであった扉を両開きとして、現在に連なる、近郊系電車の基本的フォーマットを確立した。また、この形式は、当初、半通勤系や、高直流系という表現が用いられており、翌1962年には、 その直流版である111系が横須賀線に登場するが、その際には70系と構造が似ていたことから進化系とも呼ばれていた。しかし1962年の夏頃からは、近郊型という表現が使われ始め、同電車の説明書、1962年8月では、正式に近郊系電車という表現が使われている。 その後1963年からは111系に高出力電動機を採用した115系や113系などが登場している。これらの近郊系電車はおよそ20年間にわたって基本設計を変えることなく標準系列としてマイナーチェンジを繰り返しながら製造され続けた。しかし、この基本構成はもともと大都市近郊の事情に合わせたものであり、 電車運転線区の拡大に伴い実情に合わなくなってくるケースが見られ、概ね1970年前後からはそれまでの全国一律の投的仕様ではなく、基本的な設計思想は引き継ぎながらも、使用地域の輸送事情に適合させる例が登場する。1967年、昭和42年に登場した、北海道向けの近郊系電車である711、 系は過酷な気象条件を考慮し、キハ24キハ46型に倣って、近郊型ながら前後に扉、デッキ付きで、座席は戸袋付近を除き、クロスシートとなった。シートピッチを急行型と同一とし、急行列車への使用も想定していた。実際、函館本線の急行、カムイには711系が充当されている。しかしこれは特殊な例であり。 他地域ではこれ以降も引き続き113系、115系や415系などの標準仕様車両が投入されている。急行系車両の絶対数不足や送り込み運用との兼ね合いなどから一部の急行列車に近郊系車両が充当されるケースがあり、近郊型を充当した急行列車は遜色急行と呼ばれた。1978年、 昭和53年に製造された417系は、地方都市での普通列車に使用される前提で、両開きに扉セミクロスシートという構造が採用された。これは、地方都市で用いられていた、キハ45系やキハ47型に準じた接客設備であり、地方都市向け近郊系電車の標準型として、確立し、713系、413系、 717系にも受け継がれたが、その後は国鉄財政事情の悪化が進み、地方都市向け電車の多くを特急、急行系電車の改造、転用で賄うこととなったため、結果的にこの仕様の車両は少数の製造にとどまっている事効・多用途車両からの転用を参照。高直流電車は製造コストの高さもあり、常磐線中電。 水戸線九州北部などを除く交流電化線区には状態の良い交流電気機関車を有効活用する観点から一般計客車である50系が導入されている。例外的に地域輸送用の交流近郊系電車が新造された函館本線においても旅客列車の全面電車化にはほど遠い状況で電化区間に多くの客車、機動車列車が残っていた。 平行四鉄との激しい競争にさらされていた関西地区では1979年昭和54年に新快速用として117系が投入された。この車両は平行四鉄の無料特急車両が転換クロスシート装備であり、それまで新快速に使用されていた153系のボックスシートでは見劣りがするために、 扉車体に転換クロスシートを装備した仕様を採用したものでロングシートは全くなかった。なお、117系はその後中京地区にも快速用として造備車が投入されている。一方、関東地区では郊外の住宅地の拡大により増え続ける乗客を裁くため1982年昭和57年には415系に普通車すべての座席を ロングシートとした事実上の通勤型車両が製造された。また、1985年、昭和60年には415系で、セミクロスシート車の車端部をロングシートとした車両も登場している。この仕様は国鉄分割民営化を視野に入れた新型車両である211系でも採用された。この他、1982年、昭和57年には、 使用線区を飯田線に特化し、同線の事情に合わせて設計された119系が、1983年、昭和58年には、長崎本線、佐世保線向けに417系に順次谷、扉車体、セミクスシートの713系が、四国島内の電化が実施された1986年、昭和61年には、四国島内向けの121系が、 瀬戸大橋線開業が間近となった1987年、昭和62年には同線向きに117系に、順次他に扉車体全席転換クロスシートの213系が、それぞれ製造されている。153系のグリーン車からは、格下げの形で1975年までに113系のグリーン車に転用されている。 国鉄末期に設備投資が抑制されていた時代には、余剰となった他の用途向けの車両を近郊型に改造する工事も行われている。1984年に当時東北上越新幹線の開業により、余剰となった特急系信頼電車581.583系を近郊型に改造し、419系、715系が登場した。 この車両は2、扉セミクロスシートという状態にはなっていたものの、特急系車両時代の客用扉はそのまま流用、洗面台のあった部分も完全に撤去するわけではなくカバーをかけただけと、最小限の改造だけで使用されることになった。この他にも特急系車両のグリーン車からは113系のグリーン車に改造された車両もあった。特急への格上げにより、 余剰となった、急行系車両についても、機関車牽引の客車列車を置き換えるため、転用するための改造が行われている。高直流急行系電車では、経年の高い車両においては417系と、同等の車体へ乗せ替えた車両として413系、717系への改造も実施されたが、改造規模が大きく、コストもかさむため、少数にとどまっている。 165系からは113系のグリーン車に改造された車両もあったが、こちらも少数にとどまっている。国鉄最末期の1986年には、郵便、荷物列車の廃止に伴い余剰となった、郵便荷物用電車を改造したクモハ123型も登場している。郵便荷物用電車は、単行、一両運転が可能であり、この特性を活かして、 換算路線における合理化を図りワンマン運転も可能な車両として改造された。国鉄分割民営化後は、近郊軽車両はそれまで以上に地域ごとの実情が反映されるようになった。ラッシュ時の混雑緩和が主要命題となった東日本旅客鉄道 JR 東日本の東京圏では、すべての座席が通勤系電車と同様のロングシートとなり、 客席定員を確保するために、グリーン車においては2階車両となり、ライナー列車向けには、全2階建て車両とした215系が導入されたり、するなど、収容力を増大させた車両が増加した。同社においてはこの考え方がさらに進み、1994年に登場した E217 系では混雑緩和を最優先し、通勤系電車と同様の片側4扉の車体が、 採用されるとともに、普通車は一部の車両が、セミクロスシートである他は、全席ロングシートの車両となり、車体の面では通勤系電車とほとんど差がなくなった。さらに、2000年に登場した後継車 e 2 3 1系では初めて近郊系電車と通勤系電車の形式上の区別を廃止し、一般系電車として、形式、区分を統一したが、一部セミクロスシート車を、 組み込んでいるか、全車両ロングシート車であるか、またトイレの有無など、若干の仕様や、性能の違い以外は、基本的に同一の量であり、近距離路線と中距離路線の双方に投入されている。その後の展開については、一般系車両、一般系電車の登場と、その後を参照。一方、その他の JR 各社では、大都市圏を中心に、 扉車体で転換クロスシートという国鉄時代には採用されていなかった新しいレイアウトを持つ車両が登場した。その先駆者として1988に北海道旅客鉄道 JR 北海道において721系が製造され、翌1989年には JR 西日本の221系 JR 東海の311系九州旅客鉄道 JR 九州の811系が製造された。その後も、JR 西日本の223系や225系、JR 九州の813系、JR 四国の6000系、JR 東海の313系など、同様の接客設備を持つ車両が製造されている。また、113系などの既存の車両が、これらの車両と同様のレイアウトに、 リニューアル改造されるケースも現れた。地方都市圏では、JR 九州の815系や JR 東海の313系2000番台のように通勤型と同様に車両を、3、扉ロングシートで増備したケースが見られる一方、JR 九州の817系、JR 西日本の521系及び223系5500番台、227系で、 バンダイのように転換クロスシート車が導入されたケースも見られる。JR 東日本と JR 四国においては、クロスシートとロングシートの配置を工夫し、適度な収容力を確保した719系、7000系を登場させている。これらの車両は1両、または2両で、運転可能なワンマン運転対応車両となっているものがほとんどである。 なお、JR 九州では2012年頃から再びロングシートを採用するようになり、交流蓄電池式電車であるベック 819K でも同様にロングシートが採用され、811K もリニューアルに際してロングシートに作りしている。この他に代わり種として JR 西日本では七尾線電化用に 113K に485。 軽の交流機器を搭載し、高直流化した415系800番台が登場している。機動車においては、黎明機より、その大部分はセミクロスシートを採用し、中には均衡型と呼ばれた車両もあるが、型の上では通勤型や均衡型とうたった車両であってもそれらを総称して一般軽機動車して扱われるため、 特急型や急行系以外の機動車の車種、正確には普通列車への運用をし目的とする、機動車は正式な分類はなく、どの形式がどの分類に属するか文献による相違が見られるとた、厳密に特定することは困難であるが、以下の車両では、文献等では、近郊系の一種として分類されることもある。なお、JR 西日本の資料では、車両形式区分の第2位。 10の位の数字を0から3、5、6を通勤系及び均衡型としているが2014年時点で厳密な意味で均衡型に分類される機動車は導入されていない通勤型についても同様。客車については12系において国鉄末期に行われた均衡系化改造の一環として座席の一部をロングシートに改造した車両があるが 最初から均衡型と謳った車両は、歴史上、製造されていない、通勤型も同様。これは国鉄における客車の導入に対する考え方にもよるが、客車の新車の投入先は長距離列車が原則であり、優等列車への投入が優先されたため、普通列車用の客車の製造に消極的であったこと動力集中方式は、運転時分の短縮が難しく、 動力近代化計画の取り組みでは、波動用と静粛性を追求される、夜行列車用を除いて、動力分散方式への置き換えを推進していた、ことなどが挙げられる。客車による、普通列車には10系以前の客車が、長らく使用されていたが、10系以前の客車には、優等列車と普通列車で車種を分けていない。普通列車で使用していた。 旧型客車を機械用として製造された50系は、車内設備はセミクロスシートとしたため、近郊型に近似し、その接客設備から近郊型に位置づけられることもあるが、主目的は通勤輸送であるため、通勤型として製造した場合、当時の国鉄では、通勤型は客室に出入り口を有し、横型、ロングシートを備え、 通勤輸送に適した性能を有する車両形式のものと、ただししていたため、通勤型でも、近郊型でもない車両であることから一般系の区分を採用している。私鉄においても、セミクロスシートや転換クロスシートを配置した車両は存在するが、事業者ごとに車種や目的が異なり、国鉄、JR のように事業者はもとより、国土交通省や日本民営鉄道協会でも、 セミクロスシート車や転換クロスシート車に対する明確な規定はしていない。この種の車両では、料金不要の優等列車用車両や小田急2320系電車のように有料優等列車と、料金不要列車の機能を兼ねる車両を中心に存在し、鉄道研究者やファンによっては、均衡系の一種として欲しいまま的に分類することもあるが、私鉄には明確な意味で、 近郊系の概念は存在しない。名古屋鉄道の6000系は、もともとは小型固定クロスシートを持つ三ドアセミクロスシート車であったが、名鉄では通勤系に位置付けられている。また、5700系は、両開きに扉を持つ転換クロスシート車であるが、もともとは本線の高速、急行用車両として登場した。1975年までは、 有等列車運用と着席通勤を前提に、転換クロスシート車を伝統的に採し、所属車両の7割を占めた時期もあったが、運用では特急には常に最新の形式が使用され、後継車両の増備につれて、後半に運用する体制をとっていたが、用途については明確にしなかった名古屋鉄道の車両形式も参照。しかし、近畿日本鉄道が大阪、 名古屋線の急行系列車の運用を、主とした3ドア転換クロスシート車である5200、系は、中長距離運用が主体であるため、JR の近郊型に近い性格を持つ車両とも、言える。東武鉄道の2ドアセミクロスシート車である6050、系は伊勢崎、日光線の快速系列車を主体に運用され、こちらも、JR の近郊型に近い性格を持つ、 車両であったが、2017年4月21日のダイヤ改正で伊勢崎、日光線の快速系列車が廃止されたため、現在では日光線の地域輸送に供される車両となっている。日本国外では、欧州を中心に日本と同様に2ドアもしくは3ドアの近郊系電車に近い車両が運行されている。また、全車2階建て車両やプッシュプル方式に対応した。 運転台付き客車も存在する。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。